はいどうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方やっていきたいと思います。というわけで今回はこちら、その努力は誰かのためにというストーリーを見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラ9。はい、というわけで今回はこのストーリー見ていこうと思うんですけれども、実はですねこれメインじゃなくてイベントの方に来てるやつですね。なんか結構珍しいなということで、で、これはですね過去に1回来てたんかな、その時は僕やってなかったかちょっとね、動画にできてなかったので、こちら動画にしていこうかなと思います。はい、じゃあ遊び方でございますけれども、今回ですね SR の竹富ちゃんと岩木ちゃんをお迎えすることができますよということで、覚醒素材を集めて SSR に覚醒させようよというものになっております。そして累積報酬はお小遣いをゲットできます。こんなシーンですね。2人ともなんか海辺でなんかしてるんかな、ちょっと全くわからないので、早速ね見ていこうかなと思います。はい、ということで今回は第6話までありますので今回は3話まで見ていこうと思います。でなんか過去にね見た形跡があるんですけれども全く覚えてないので第1話からね見ていきたいと思います。8月のシンデレラ9。女子野球部結成後初参加の秋大会、なんとか勝ち進み迎えた決勝だったが、あ、そういう話なんよね。初の秋大会ね。あ、思ったより低い。ボールフォア。ふう、危なかったな。9回裏1対0で負けてるこの場面なら私の足で2塁を取りたいところだけど、一昨日の試合みたいにまた失敗したら何か指示とか出てたりしないかな。竹富さんがベンチをチラチラ見てるのだけど、もしかしてサインが欲しいのかしら。ぐぬぬ、何やってんだね竹富、足の速さだけが取り柄なのに弱気すぎるにゃ。いつもならサインなしでも走ってるくせに。仕方がないと思うわ。部として初出場の大会で決勝まで進出したというプレッシャー、それに加えて準決勝で3度出塁できたのに自分の盗塁失敗でチャンスを全て潰したことがかなり尾を引いてる様子だったもの。準決勝まで来るチームに盗塁対策をされると足の速さだけでは厳しいですからね。その気持ちは分からなくもないけど、センターのスタメンなのにビビるとか、それでも私たちの代表か、後でお説教にゃ。タイム。相手がタイムをかけてくれましたね。向こうも多少は動揺してるんでしょうか。あまり有名ではない野球部だと思っていましたが、あのキャッチャーを中心によく研究された手堅い野球をしてきますね。自分たちの武器を理解した上で勝負している印象ね。だからこそ負けたくないと思うわ。ワンアウトだけど一塁にランナーがいるし、このチャンス絶対に生かしたいところね。今の竹富さんを単独で走らせるのはリスキーな判断にはなるけど、では送ります。どうしましょうかチョス君。そうだな、そうね、あ、喋らへんねやエンドラン、そうね。次の打席は塚原先輩だし期待できるわ。ワンアウト1、3塁の状況になれば次の坂上か翼で同点にはできそうだにゃ。プレッシャーをかけたくはないのだけれど、なるべく坂上さんで決めたいところね。今日の試合を見ていればわかると思うけど、翼の負担になる状況は避けたいもの。有原さん、みんなで初めて参加する大会だからといつも以上に試合へ入れ込んでいましたが、失投ホームランにされて思い詰めてますよね。さらに打撃も研究されて完封されてますし、前の打席から戻ってきた時も分かりやすくへこんでたもんにゃ。ここまで翼が対策されてると思わなかったにゃ。翼だって常勝無敗の選手ってわけじゃないもの。徹底対策されると厳しいのは他の選手と同じよ。ピンチの時だからこそ私たちで援護しましょう。この試合は野球部だけでなく翼と滝富さん2人にも影響しそうだもの。だからこそチームとしてみんなで勝ちに行きましょう。わかりました。今まで援護できなかった分まで塚原先輩と2人で雪辱を果たしてみせます。ええ、お願いね。なあ、若、ちょっといいか。どうしました岩木先輩。塚原雫先輩の座席でエンドランか。よかった、盗塁ってサイン出されなくて。盗塁だと失敗するかもしれないし、多分この指示の方が安全。そう言ってるとなんか失敗しそうですよね。やばい、こんな考え方してたらダメだろ。弱気になりすぎだっつーの。そうそうそう、そうよ。
こういう時こそ活躍するんだって。チャンスなんだぞ。何やってんだ私。あいてててほっぺ叩きすぎた。琴葉、うちと三塁コーチャー交代するぞ。え、岩木よしみ先輩が三塁コーチャー？よし、勝負はここからだ。うちがここで待ってるから頑張れよ。フレーフレー、あーやーあーやーって言いづら。そうだ、勝負はここからだし頑張らなきゃ。じゃないと、あの日何のために岩木よしみ先輩と特訓をしたって言うんだよ。はい、というわけで第1話見ていきました。なんと、まあ野球部が結成して初めての秋大会ということでね、なぜか決勝まで行ってしまって、ちょうどいい場面だよというところでございました。はい、そこでね、竹富ちゃんはそれまでに結構失敗してるのでちょっと弱気になってたんですけれども、まあちょっとね、仕切り直してできるかなというところで終わっていきました。はい、というわけでじゃあ続きまして第2話の方を見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。秋大会決勝の数日前、決勝の雨天順延が決まった午後、結局雨は止んじゃったな。野球って雨でもやるのかと思ってたけど中止することはあるんだ。まあちょうど良かったかもね。私もっと練習しなきゃダメだし、昨日の試合何度も塁に出たのに盗塁全部刺されちゃったからな。ホームスチールをしたのにチャンス潰しちゃったりとかね。もっともっと練習して足を鍛えないと。そっか、野球でもクランチングスタートすればもっと盗塁できるようになるんじゃない？さすが私、いいとこに気がついた。よし、そうと決まれば早く練習を。お、あやじゃないか。こんなところで何をやってるんだ？あ、岩木よしみ先輩、ちわっす。ほら、今日の決勝って延期になったじゃないですか。だから試合に備えて走る練習しておこうって思ったんです。なるほど、それはいい心がけだ。昨日の盗塁は全部刺されちゃってたもんな。うそれにホームスチールを狙った時も相手に防がれてしまったからな。だがあの度胸はナイスガッツだったぞ。ホームスチール狙ったんや、すごいな。ううズタボロにされてますけど大丈夫？そんな状況にもめげず、チームの役に立とうと練習するここ入り行きは立派だ。あれ、あや、地面にのの字を書いてどうした？いや、自分でも分かってましたけど、そこまではっきり言われると破壊力高いっす。むむ、あやを落ち込ませてしまったのか。すまなかった。ならお詫びにあやの応援を。いや、それはいいです。なぜだ。まあそれは置いといて、岩木よしみ先輩はどこ行く途中だったんですか？うちか？ふっふっふ、うちはな、これから海に行って秘密特訓をするんだ。あ、そういうことか。秘密特訓？あ、しまった、秘密なのに行ってしまった。秘密の特訓？そっか、そうだよ、私に足りなかったのはこれだったのかも。そういう特訓をすればなんかこう熱血とか気合って感じで強くなれる気がする。結構単純ですね、竹富も。あの岩木よしみ先輩、海での秘密特訓、私も連れてってください。あや、その目、その表情、気合十分って感じだな。ふっ、その気持ちは止められなさそうだ。いいだろう、うちについてこい。はい。あ、海まで行くんですね。どうだ、海だぞ。海のシーン結構レアですよね。よく考えてみたらこの時期の海って結構寒いのによくそんなにはしゃげますね。そっか、もう秋やもんな。逆に考えろ、厳しい環境こそ特訓に持ってこい。よし、うちはやるぞ。これ水の中入ってるってこと？あの制服で。フレーフレー、あーやー、頑張れ頑張れ、あーやー。おお、岩木よしみ先輩、すごい大声。これは私も負けてられないな。よっしゃ、特訓やってやるぞ。うおー、タイヤ、タイヤはどこだ。あ、タイヤ見っけ。タイヤの練習すんの？フレーフレー、ん、なんか雲行きが怪しくなってきたような。いや、雨降るんかい。うわー、いきなり大雨が。くー、タイヤは重いし雨は強いし、まさに逆境ってやつだ。でもこの特訓をクリアしないと有原翼には勝てないんだ。どりゃー、この雨でもその走りはすごいぞ。あや、これはうちの応援魂も雨に負けてられないな。
フレーフレーあーやー結構竹富ちゃんも単純ですね。うん、ということで、秘密特訓を、するというところで第2話終わりましたけれども風邪だけは引かないようにしてほしいですね、2人とも。あの海の中入ってましたしね。うん、いわきちゃん大丈夫かな。ちょっと大事な試合前に風邪ひきそうで怖いですけれども、第2話見ていきましたということで、本日ラスト第3話見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。土砂降りの中でタイヤ引きを続けたせいか、ジャージがびしょ濡れになってしまった竹富。いや、あの、続けたせいかじゃなくて、続けたせいなんですよ、もう。確定してますよね。一旦部室まで戻ってユニフォームに着替え、竹富は改めて特訓を再開した。お、晴れた。ぜえ、ぜえ、応援につられて張り切りすぎたかも。タイヤ引きが終わったら雨やむし、もうもっと早くやめような。ふふふ、大丈夫だ、あや。雨が降ったおかげで、あやの特訓の効果は倍増。いや、うちとあやの気合で100倍確実。雨なんて吹き飛ばす根性を身につけたあやなら、今度の試合だってバシッと気合を見せるはずだ。そう考えると、いい特訓になったのかも。ありがとうございます、岩木よしみ先輩。あやのやる気が増したみたいで何よりだ。父さんの教えを実践してきたうちも嬉しいぞ。父さんの教え、何か特別な決まりがあるとかですか？いや、そんな大層なものではない。うちが誰かを応援するのは父さんの影響が大きいってだけだな。もしかして普段から気合だーって叫びまくってるお父さんとか。そんなわけあるか。人の力になれるよう応援や手助けをしたいって考えてる自慢の父さんなんだぞ。へえ、そうだったんですね。ちょっと意外かも。ちなみに、岩城よしみ先輩のお父さんって何をしてる人なんですか？父さんは貧しい国に行って井戸を掘ったり、鉄道を敷いたりとか、いろんなことをしてるぞ。あれですよね、岩城ちゃんのシーンで、父さん、地味に背中映ってるやつありますよね。うん。おー、テレビとかの特番でやってるやつだ。立派なお父さんなんですね。そうだろ、そうだろ。父さんは大変な状況でも頑張ってる人を応援するのが生きがいだっていつも言ってる。だからうちも父さんみたいになりたくて頑張ってる大勢の人を応援してるわけだ。ってことはもしかして、岩城よしみ先輩が今日の特訓をしようと思ってたのって、今度の試合を全力で応援したいからですか？それもあるんだが、実は父さんが帰ってくると思うとなんだか落ち着かなくてな。どっかで何かしてたい気分だったのもある。あはは、そういうの分かります。走ったりとかしたくなりますよね。だろう。それに何を言っても決勝でみんなを応援するところを見てもらえるんだからな。いやー、試合が延期になってくれてよかった。父さんのためにも張り切っていくぞ。なるほどな、野球をやってるのはお父さんのためってところもあるんですね。そういうあやはなんで野球をやってるんだ？さっきも特訓を頑張っていたし、そもそも陸上から野球に変えるくらいだ。何か大きな目的があるんだろう。そんなの決まってるじゃないですか。有原翼に勝つため野球を始めました。ふむ、盗塁を決めようと頑張るのは有原翼に勝つためです。重たいタイヤを引いて特訓したのは有原翼に勝つためです。あれ、どうしたんですか？いつもならなるほど応援するぞみたいに言ってくれそうなのに。つまりあれだな、あやが頑張ってるのは自分のためだな。え、自分のため以外何のために頑張るんですか？陸上だって自分が納得するために走って自分のために頑張るものでしたよ。あ、もちろんコーチへの感謝はありますけど。なるほどな、どうやらうちはあやのことをこれまで以上に応援した方が良さそうだな。それはありがたいですけど、今までとあんまり変わらないような。いや、これからの応援は意味が全然違うぞ。父さんも言ってたんだ、自分一人のために頑張る人は本当の意味では強くなれない。だからあやが本当の強さをつかめるように今まで以上に全力で応援するぞ。あー、お父さんいいこと言いますね。はい、というわけで第3話見ていきました。結構いわきのお父さん深いですね。誰かのためにね、頑張れないと本当にね強い人にはなれないと言っておりましたけれども、
なんか蜂鳴いって結構ね、考えさせられる時ありますよね。はい、というわけで、本日は第3話までと、させていただきます。8月のシンデレラナイン、今日のおはがちゃのコーナー。はい、というわけで本日もおはがちゃ引いていきたいと思います。というわけで、本日引いていくのは、こちらの、2019年の、パリーグコラボスカウト、そして、2020年のパリーグコラボスカウトを引いていきましょう。じゃあ今回は2020年の方から引いていきましょう。さあ久々におはがちゃで勝利したい、いきます。まあ狙うはリンちゃんかな。リンちゃんカモン。あー、演出なしですね。さあそろそろパリーグコラボ欲しいですよ。お、エミ。あー違うか、エミ来たと思ったな今。危ねーってなんや。はい、ということでエミちゃんでしたね。いや惜しかったな今。そうか、じゃあ次来るかな。じゃあこっちの野崎ちゃん行こうか。はいはい、いきます。これはもう野崎ちゃん一本狙い、いきます。野崎ちゃんカモン、ゴー。お、来るか来るか、来い来い、夜まで行け。あー夕方止まり、しかし夕方でもありますよ。あー竹富だ、今日話のメインやった竹富が来ましたね。廊下は走っちゃいけませんよ。はいはい、というわけで今回も、ちょっと惜しかったですね。ちょっともうちょっとでなんか運戻ってきそうな感じしますけれども、まあもうちょっとね地道にやっていこうかなと思います。はい、というわけで、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いいたします。というわけでまた次回の8月のシンデレラナインでお会いしましょう。以上、ジョスミナミスイさんのジョスでした。バイバーイ。